皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はマリアピピさんの新作の撮影をしています。今回は今はまだね暑い時期ではあるんですけれども、秋冬の新作の撮影で、これから受注会もスタートするので、ぜひ新作の撮影の様子に密着したのでご覧ください。それではどうぞ。今回マリアピピさんの新作はオータム&ウィンターということで、秋冬の新作でアウターを中心にご紹介していきます。マリアピピさんのアウターは毎年大人気です。こちらはツイルチェックのワンピースになっています。ちょっとパフスリーブになっているところがポイントなのと、あとはちょっとスカートもね、今ハニエを実は新作のブラウンのパニエを履いているんですけれども、ちょっと A ライン風にデザインしています。で、ベロアのね、このボタン、くるみボタンだったりとか、部分部分にピンクが使われているので、小物とかピンクにしていただいてもいいですし、ちょっとねパッと見グレー系のものなので、グレーの頭物と合わせても可愛いと思います。こちらは後ろチャックになっているので、着脱もしやすく、丈の長さも長めなので大人っぽく着れるワンピースになっています。続いてはポンチョ風ショートコートのブラウンを着用しています。同色のグラグランリボンがとっても可愛いです。はい、毎年恒例のショートコートも発売されます。こちらグラグランリボンが前についているんですけれども、後ろがこんな感じで、ちょっとポンチョ風をモチーフにした感じのデザインになっています。襟のところにもレースがついていたり、中がこんな感じで同色のドットになっていたり、これ脱いでも可愛い感じのこちらショートコートになっています。続いてはとってもエレガントな形のロングコートになります。はい、続いてのコートはロングのコートになっております。かなりねパニエをボリューミーに履いても広がるような、結構生地感のあるデザインになっています。そしてパフスリーブになっていて、ちょっとレトロなガーリーな感じの雰囲気もありつつ、このこれをねこう外して後ろに祝えていただくこともできますし、前で先ほどのように結ぶこともできます。そしてポケットがこちらついているのと、あと後ろにね刺繍が入っていたり、襟の部分がスカラップになっているのがポイントになっています。結構大人っぽく着れる、ちょっとガーリーで上品な感じのコートになってます。でこちらも裏地がドットになっています。ちょっとピンク系のドットになっているので、裏側が見えても脱いだ時でも可愛いデザインになっています。続いてはピンクの色味がとっても可愛い軽いコートをご紹介していきます。はい、続いてはキルティングコートになります。以前ハート型のものだと思うんですけど、今回はなんとオリジナルのキルティングを作らせていただきました。リボンがね連なった感じのリボンのキルティングになっていて、刺繍でマリアピピさんの M が入っているようなオリジナルのキルティングの生地になっています。でこちらもすごく軽い印象なのと、丈も長めなのでロリータを着ていただいても全て隠れる大きさかなと思います。大きなポケットがここに2つついているのと、パールボタンになっているところもポイントです。本当に可愛いキルティングになっているので、クラシカルロリータからアマロリちゃんまで、どんなロリータにも合いそうなコートになっています。あと素材もめちゃくちゃ軽いので、本当に着てても着心地がいいコートになっています。近くで生地を見てみると、こちらオリジナルのキルティングになっています。リボンがとっても可愛いです。続いてのショートコートは裾がスカラップになっていて、とってもクラシカルなショートコートになっています。はい、続いてのショートコートはスカラップが可愛いショートコートになっています。今回新色でこちらのボルドーも発売されているので、クラシカルロリータさんには必見のアイテムになっています。
ポイントとしてはお袖がスカラップに両方なっていたりとか、あと裾の部分もスカラップになっています。丈も短めなのでロリータファッションとの相性もぴったりだと思います。そして後ろに見るとリボンになっているので、こちらも可愛いポイントです。あとね、パフスリーブになっているところもクラシカルで可愛いです。とっても着やすいショートコートになっています。パールボタンを取ると中がとっても可愛い、こちらドット柄になっているので裏地も可愛いコートになっています。続いては寒い冬に軽くてあったかいダウンコートのご紹介です。はい、ということでロリータダウンが発売されます。今回もすごく可愛らしい色合いになったんですけれども、こちらのピンクは割とベビーピンクな感じで、ケープの取り外しができるようになっています。そして本当に軽くってあったかいので、これからの、ね、季節にぴったりなダウンコートになっています。そして後ろ向くとこんな感じです。でポケットも、ね、両サイドにしっかりついているのと、ブログラリボンが、同色のものがね、ところどころについていて、ダウンだとちょっとカジュアル感が出てしまうと思うんですけど、ケープがついていたりリボンやレースがついていることによってすごく可愛らしくロリータファッションにも合うダウンコートが完成いたしました。はい、こちらケープを取ってみました。普通にね、通勤通学の時はちょっとケープは派手かなっていう時はで、ケープを取り外して、しかもワンタッチでね、取り外すことができるのですごく簡単に取り外せるんですけど、このような感じだと普通のダウンにも変身するので、TPO に合わせて次コートもデザインも使い分けてみてください。大人気カラーの黒アイテムもたくさん発売されます。はい、こちらのワンピースは黒なんですけれども、よく見るとブロッキーでベロアの柄が入っている形になっています。よく見ると分かりますかね、ドットが入っているのと、このベロアの素材でちょっとお花模様というかクラシカルな模様になっているのがポイントです。そして胸元にもチュールのドットチュールがついていて、レースがついていてかなり華やかな印象なんですけど、黒なのでちょっとゴシック感もあって大人な感じになっています。丈もね、長めなんですけど、中にね、こちらパリピピさんのオリジナルのカニエを入れると少しだけ先が出るので、ちょっとレースがね、ふわっとして可愛い感じになっているので、パリピピさんの、カニエとともに着ていただくとすごくコーディネートがバッチリだと思います。そしてこちら後ろにリボンがついていて、これは取り外しができないんですけど、こちらでサイズ調整することができます。ちょっとねクラシカルな感じなので、テーマパークとかに行きやすい柄になっています。続いては黒×黒なコーディネートです。上はポンチョ風のショートコートの黒を着用しています。黒ガランリボンが同色になっているのがポイントで、とってもゴージャスで可愛いです。はい、こちらのポンチョ風なショートコートなんですけれども、3色展開になっていて、私が着ているのが黒とブラウンと、こちらのきなりカラーの3色展開になっています。前にね、黒ガランリボンが同色のものがついていたり、フリル、レースがついていたりするんですけど、ちょっとね、裾が広がった感じになっているので可愛らしくポンチョ風に着れるところがポイントです。遠くから見ても本当にシルエットが素敵な女優さんのようなコートをご紹介していきます。はい、こちらのロングコートは黒とピンクベージュというかローズというかの2色展開になっています。形がとってもドレッシーで、可愛いというかエレガントな印象の、たっぷり取っているので、パニエも結構割と大きめのパニエを履いていただいても着ることができるコートになっております。で後ろもね、こんな感じでスカラップになっているところもポイントです。すごく可愛いですよね。
で、こちらのリボンは取り外しすることができるので、後ろで加えていただいても可愛いです。で、こちらのサイズ展開が M サイズと L サイズとサイズ展開があるので、ぜひぜひ、マリピキさんのホームページをチェックしてみてください。こちらはオリジナルキルティングのロングコートになります。先ほどはピンクを着用していたんですけど、黒も発売されます。ブラウンカラーのクラシカルなワンピースをご紹介します。黒とブラウンの2色展開です。はい、こちら先ほどは黒を着てたんですけど、ブラウンカラーを着てみました。柄がね、ブラウンだと黒になっているので割と目立つ感じで、すごくクラシカル感が出ると思います。前はね、パールボタンになっているのと、ブラウンのチュールがついていたり、レースがついているところがポイントです。後ろ姿もこちら、このところ取り外しはできないんですけど、リボンで、固定することができるので、サイズ調整することができます。ぜひね、黒い小物と合わせるとよりクラシカルな印象になると思います。こちらは合わせやすい黒のショートコートになります。はい、こちら黒のショートコートを着ています。スカラップがとっても可愛くて、後ろにリボンのモチーフになっているところがポイントなんですけれども、お袖もね、ストラップにスカラップになっています。で、こちらも、3色展開になっていて、ボルドーとこちらの黒、あとライトベージュ系の色味の3色展開で、こちらはなんとサイズ展開があります。 M サイズと L サイズがあるので、詳しい表記はマリッピさんのオンラインショップをご覧ください。先ほどの黒に続き、こちらがライトベージュになります。スカラップの部分がとてもおしゃれですよね。はい、こちらがライトベージュ系になっています。ちょっと大人っぽい色味なんですけど、合わせやすいのでどんなお洋服にも合うと思います。続いてはダウンコートのブラウンを着用しています。ブラウンは大人っぽく着れます。はい、こちらダウンコートなんですけれども、ブラウンとピンクの2色展開になっていて、こうやってパチッと取り外すと、ケープを取り外すと、こんな感じで割とシンプルなダウンコートになるので、通勤通学の時はケープを外して着くのも可愛いと思います。続いてはネイビー系チェックのワンピースになります。ネイビーのチェックなので大人っぽい印象になります。こちらもワンピースなんですけど、先ほどはグレーピンク系のものと、こちらはちょっと紺色っぽい、ちょっと大人っぽい印象のチェックの2つになっているんですけど、今回サイズ展開が SML と増えております。ということで、自分に合ったサイズのものを選んでいただければと思います。こちらはポンチョ風のショートコートになります。合わせやすくてとっても可愛いです。はい、こちらはポンチョ風のコートなんですけれども、同色のブログランリボンがついていて、とっても可愛いです。サイズも割とゆったりめなので、どんな体型の方にも着ていただきやすいショートコートになっております。はい、ということで、マリアピピさんの秋冬の新作の撮影が終了いたしました。今後も、受注会やインスタライブなども予定しているので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。概要欄に詳細を載せておきますので、ぜひぜひチェックしてね。それでは、バイバーイ。